変形性膝関節症。変形性膝関節症。変形性質関節使用。変形性膝関節使用は、筋力低下、加齢、肥満などのきっかけにより膝関節の機能が低下して、膝軟骨や半月板の噛み合わせが緩んだり、変形や断裂を起こし、多くが炎症による関節液の過剰滞流があり、痛みを伴う病気である。 膝関節のクッションの役目を果たす、膝軟骨や、半月板が長期間に少しずつすり減り変形する、ことで起こるもの、一時性と関節リウマチや膝の怪我などの他の原因によって引き起こされるもの、2世の2種類がある。日本国内に限っても、患者数は約700万人という、ありふれた疾患であり、年だからと諦めたり、我慢しているケースが多いのも、 この病気の特徴で行動が制限されがちになるため適切なケアが望まれる。通常、膝関節の表面は軟骨で覆われており、この軟骨と膝関節間隙を囲うように存在する半月板とが外的衝撃を和らげ、関節の動きを滑らかにする働きをしている。また、ヒアルロン酸を含み関節感を満たした。 関節液が潤滑と栄養補給の役割を果たしている。人体は関節の骨と骨をつないで安定化させている。初期には関節軟骨のみが障害を受ける場合が多く、やがて障害範囲が関節軟骨の摩耗、半月板の断裂、人体の障害などを含んだものへと進行することによって関節炎が起こり、過剰な関節液が溜まる、膝関節推奨を引き起こす。 症状は人によって差異が見られるが、一般的には、初期段階で、階段の昇降時や歩き始めに痛んだり、正座やしゃがむ姿勢が辛くなる。病気の進行とともに、起床時の膝のこわばりや、関節が炎症を起こす、水が溜まると表現される膝関節液の過剰滞流などの症状が出やすくなる。さらに進行すると、大腿骨と脛骨が直接擦れることで激しい痛みが生じ、 やがて歩行困難となる。40歳以上の男女の6割が罹患しているというデータもある。また、どの年代でも女性が男性に比べて1.5から2倍多く、高齢者では男性の4倍と言われている。大脚の関連も指摘されている。加齢とともに発症しやすく、中高年の女性に多く見られる。問診、死診、触診、関節液検査。 X 線検査、血液検査などにより判断する。MRI ではさらに詳しい診断が可能である。問診、視診、触診は他の疾病での診察時と同様に重要であるが、特に関節液検査と X 線検査は変形性膝関節症の診断に重要な要素となる。関節液を注射器で患部より抜き取り、正常な場合は少し黄色味を帯びた。 ほぼ透明な色が感染やリウマチでは濁ることがあり変形性膝関節症ではさらに黄色味を帯びる可能していれば脳のようになる粘りを調べる視観検査法では親指と人差し指の間に一滴を落としてその粘り具合を確認する糸を引くほど粘れば変形性膝関節症の可能性が高まる関節液を光にかざして浮遊する無数の 死亡しずくがあれば骨折があると診断できる。X 線検査は変形性膝関節症の診断にとって欠かせず骨の形状を細かに見ることで膝の骨の状態を確認し直接映らないが骨に付随する軟骨組織や筋肉、腱などの状態を推測する。骨の病気が疑われる場合には CT によって骨内部のより細かな映像を撮ることもある。 X 線だけでは変形性膝関節症等での含む骨以外の組織の状態を画像で見られないため、詳しい診断には MRI が活用されることが多い。問診、指診、触診の過程では患者の姿勢を変え、足の角度を変えながら痛み等の反応や触診を行う外反ストレステストや前方引き出しテスト、後方引き出しテストといった都市検査を行うが、 専門の医師でなければ危険が伴う。血液検査によって血糖値が高ければ糖尿病や神経障害性関節症、シャル甲関節が疑われる。膝の炎症が疑われる症例では変形性膝関節症を含む以下の5つの症状のいずれかに分類される。保存療法と手術療法の2つの方法がある。薬物投与、装具装着。 リリハビリテーションななどの保存療療法法で効果ががい場合は、手術療法が選択される。この疾患は生活習慣が起因する場合が多く適度な運動や食生活の見直し減量などが効果がある同時に筋力を維持し膝への負担を減らすことも効果的でありそれだけで罹患を減少させたり進行を遅らせる効果がある疾病から来る制約による 行動範囲の狭まりなどに起因するつ、地方等の精神疾患を誘発することもあり、注意が必要となる。手術では、関節鏡と呼ばれる4ミリメートルほどの太さの、棒状器具等を6ミリメートル程度切開した2から3箇所の穴から膝内部に入れて行われる、小規模のものと、膝関節の骨そのものを人工関節に置き換えたり、 金属プレートやくさび型の骨を埋め込むなどの大掛かりなものとがある。前者で0から1日ほど、後者で1ヶ月ほどの入院は必要となる。前者では膝の手術そのものは小規模であるが、腰椎麻酔を行うため20人に1人程度は脳脊椎液が腰の硬膜の注射部位から体内に漏れて脳圧が下がり激しい頭痛が起きることがある。 変形性関節症の治療法の一つとして、ヒアルロン酸の注射がある。50歳から60歳の6,691人の女性を対象とした臨床医師が行った無作為化比較試験の結果では、治療目的でのグルコサミンの内服は、摂取と発症に監視優位な影響は見られず、発症予防の効果は証明されなかった。2018年現在、 株式会社ジャパンティッシュエンジニアリングの再生医療製品である自家培養軟骨、ジャックの二次性変形性膝関節症への適応拡大のための企業知見が行われている。よく言われる、水が溜まるとは、関節液や活液とも呼ばれる体液が関節内外で過剰に分泌されて溜まったもののことで、これは炎症を起こした部位を防ごうと人の生態が、 行う防御反応の一つげり、それ自身は症状ではあっても病気ではない。もともと適正量は関節方内にあって潤滑の助けとなっている。関節方の後方に穴が開いて関節液が膝裏に溜まったものを膝下の呉ベーカーの呉種と呼ぶ。関節方に穴が開かなくても過剰な関節液が関節方を膨らませて関節前方に腫れるものが 関節周囲炎、関節関節方炎と呼ばれるものになる。日本では水を抜くと癖になるので良くないという患者もいるが、迷信か思い込みであり、関節液の過度の滞留は患者の痛みとなっても体の自然治癒を助けることにはならず、注射前に十分に患部の殺菌処置を行う必要があるが、注射器で何度も水を抜いても癖になるわけではなく、 ぬくぬかないにかかわらず炎症が続けば水は溜まり続ける。日本では厚生省の大臣官房統計情報部が行った国民生活基盤調査では患者数が約700万人と推定されている。2005年の東京大学の関節疾患総合研究講座の吉村の子教授らが板橋区と和歌山の高川町の住人の合わせて 約2200人を対象に行った X 線撮影を含む調査では50歳以上の女性で74.6%、男性で53.5%が変形性膝関節症の患者であるとされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。